1955年5月号の表紙。ケネス・ファックが。絵の題名は、テクノクラシー対人間性。ブリッシュ、悪魔の星が掲載された1953年9月号の表紙。イフは、アメリカ合衆国の SF 雑誌である。1952年3月に、クイーン社のジェームズ・ウェルクイーンによって創刊された。当初は、月刊で発行された。 初代編集長としてポール・ウィン・フェアマンが雇用されたが、売れ行きがかんばしくなかったためたったの3号で彼は解雇された。その後はクイーン自らが編集長の役を果たした。彼は1958年末までその仕事を続けた。1958年にデーモンナイトが編集長となったが、その3号後にクイーンは雑誌をギャラクシー社のロバート・グインに売却した。 ギャラクシー社の選んだ新編集長は、ホレース・エル・ゴールドで、彼は、ギャラクシー氏の編集長でもあった。2年後に、フレデリック・ポールがその地位を引き継ぎ、ポールの再配の下で、イフ氏は、大成功の時代を迎えた。1966年から68年の3年間に、渡り、イフ氏は、9号賞ベスト商業史部門を受賞している。1966年にグインは、 自分が経営するすべての雑誌をユーピリ社に売却した。カイポールは編集をやめて作家業に戻った。続くエラー・ヤコブソン編集長の下では雑誌は低調となり売り上げは激減し観光は格別になった。1974年に事務ーンが編集長となったが紙の値段の高騰のためユーピリ社は SF 雑誌を二つも維持できなくなり。 本誌は74年12月号を最後に、より古い、ギャラクシーに統合された。イフは、第一級の SF 雑誌とまではみなされていないが、それなりの成功を遂げた。22年間の歴史の中で、ロバート・エイ・ハインラインの長編、月は無慈悲な夜の女王、ハーラン・エリスンの短編、俺には、口がない、それでも俺は叫ぶなど多くの有名賞受賞作を世に、送り出した。 この雑誌からデビューした著名作家も何人かいる。そのうち最高の成功者は一番寒い場所を引っ下げて1964年12月号に登場したラリーニーブンであろう。SF の出版は1920年代以前から行われていたが、このジャンルが独立な市場を形成するのは1926年、すなわちヒューゴー・ガーンズバックが、 ハルプ雑誌、アメイジングストーリーズを創刊してからのことである。1930年代の終わりまでには、第一次のブームが到来したが、第二次世界大戦による紙不足のため何しかが廃刊となった。市場の活気は1940年代末期までには、回復した。1946年には発誌であった、SF 雑誌は1950年には20誌に。 1954年には22市にまで増加したのである。イフはこの第二次ブームの最中に創刊された。イフの創刊号は同年1月7日に発売となった。関東作品はハワード・ブラウンの12タイムズ0という SF 字立ての殺人ミステリーであった。他に作品を載せたのはレイモンド・エイ・パーマー、リチャード・エス・シェーバー、ログ・フィリップスといったジフ・デイビス社の雑誌の 常連作家たちであった。ブラウンは当時の一流 SF 雑誌、アメージングストーリーズの編集長であった。初代編集長、ポール・フェアマンは、ジフ・デービス社の常連作家たちとは近しい間柄で、個人的な好みから彼らを徴用したが、このことは雑誌をうまく運営するにはマイナスであった。フェアマン時代には、小説や社説に加えてお便り欄。 ウィルスン・タッカーによる人物紹介コーナー、科学関係のニュース、イギリスの著名な SF ファンであるケンスレーターの論説、SF 番組テールズ・オブ・トゥモローの紹介が掲載された。1五十四年六月号、表紙から裏表紙まで一続きの絵となっている。クイーン社長がフェアマンを解雇し、ラリー以上の補佐の元自ら編集に当たるようになると、イフ氏は大いに改善され、 両作も載るようになった。ジェームズ・ブリッシュの悪魔の星は1953年9月号に掲載され、9号賞長編小説部門の初の受賞作となった。1950年代の SF 界において支配的で、あった雑誌といえば、アスタウンディング、ギャラクシー、カイ &SF であり、イフは品質的に一段階ほど格下であった。 例えば SF 鹿フランク・エム・ロビンソンは本誌をマイナー雑誌の中では最もメジャーと表現している。1950年代にはハーラン・エディスニやアーサー・シー・クラークといった著名作家の寄稿もあった。クラークの遥かなる地球の歌の元となった同名短編が掲載されたのは1958年6月号であるアイザック・アシモフの短編。 ナンバー計画は1958年2月号に掲載され幾度も再販された。フレデリック・ポール編集長の時代は本誌の前世紀であった。1966年67年68年には今まで長きにわたってアナログとカイ &SF に独占されてきた9号上ベスト商業誌部門を3年連続でダッシュした。フランク・エム・ロビンソンは ヒュゴ賞を3連続で受賞した時に驚いた。人間はただ一人、編集に明け暮れていた、ポールのみであった。と述べている。1967年に発表された、ニーブンの中誠者星。1968年のエリスン、俺には口がない。それでも俺は叫ぶはいずれも、ヒュゴ賞を受賞した。ポールは、E.E. スミスに、スカイラークシリーズの完結編。 スカイラーク対デュケーヌを書かせることにも成功している。エイイ・バンボークとのザイクスペン・ディベルズも掲載された。他に大当たりした作品を挙げるならば、月は無慈悲な夜の女王をはじめとするロバート・エイ・ハインラインの長編散策がある。ポールは毎号に必ず新人作家の作品を載せることをポリシーとしていた。その最初が9月号のジョゼフ・エル・グリーン・ワンス。 アラウンド・アルクトールスで、これは異なる惑星に暮らす男女間の求愛を扱う作品であった。1962年から65年の間、イフ氏の新人発掘枠からデビューした作家の中には、アレクセイ・パンシンのように有名作家になった者も,もいる。際立って有名なのは64年12月号に一番寒い場所を引っ下げて登場したラリー・ニーヴンであろう。 ガードナード・ゾアも、イフの新人発掘枠の出身者である。異星人に取り憑かれた人間を描いた彼の作品、ザ・エンプティーマンは1966年9月号に掲載された。火星の見捨てられた植民団を描く、ジーン・ウルフのマウンテンズ・ライク・マイスは66年5月号の掲載である。1960年代のイフのカバーは典型的なアクションであり、 怪物や宇宙人が描かれた。ポールが採用した作品のいくつかは、若年読者に狙いを定めたものであった。例えば1966年に始まったブリッシュの The Awa Before Earthrise というシリーズは、10代の天才とそのガールフレンドが、反重力発生装置のせいで火星に立ち往生する物語である。SF 史研究家マイク、アシュリーの分析によれば、 イフ氏は60年代の人気 TV ドラマから SF に入った新世代の読者層を捉えようとしていたのである。イフは気さくな雰囲気のお便り欄も維持しており、他の雑誌に比べればファン主体の議論が展開されていた。そして1966年から68年の期間はリンカーターによるコラムが読者に SF ファンダムの多様な側面を紹介した。これらの記事もまた どちらかといえば若年層にアピールするものであった。半径はその出版詞を通じて常にダイジェストサイズであった。容量は124ページから164ページまで時期によって変動があった。月刊誌として創刊されたが隔月となった時期もある。価格は創刊当初は35セントであったが年代とともに上昇し最終的には75セントとなった。 ABCD これらの固有名詞のナテ転写は投稿者による暫定的なものであって必ずしも語学的な正確性や既存の資料との整合性は保証されないことに留意されたい。ありがとうございます。